平成31年1月29日、阿蘇市内の牧のアート地で、地域づくりに興味がある人たちが集い、一つのテーマについて気軽に語り合うという、阿蘇の地域づくりカフェが行われました。まず、阿蘇地域づくり協議会の志賀昭夫会長が挨拶した後、阿蘇市で採れたイチゴとキウイを使って、ショコラショートケーキをおよそ1時間かけて作りました。阿蘇の地域づくりカフェは、地域づくりに興味のある人たちが集い、一つのテーマについてお茶を飲みながらリラックスした雰囲気の中で自由におしゃべりしようと、10年ほど前から開かれているもので、この日は40人近くの女性たちが集まりました。ケーキ作りの後は、阿蘇市観光課の石松明信課長補佐が、ジオパークってなーにと題して、阿蘇ジオパークについて話しました。この中で、阿蘇ジオパークには33箇所のジオサイトがあり、阿蘇ジオパーク最大の見どころである阿蘇カルデラの成り立ちなどについて紹介しました。そして参加者たちは阿蘇ジオパークについて語り合い、阿蘇の景色、景観は雄大で大好き、池山水源の水は豊富、オムライスが美味しかったなどとメモをしながら語り合っていました。